ヴィッセル神戸はヴィッセル神戸でルーカス・ポドルスキー選手と一緒にプレーさせてもらったりとか、あ、なんかこのサポーターと一緒になんか変えたいなっていう思いはあったんですけど、まあ1年で、神戸の方は去ることになって、でその後サガン鳥栖の方ではクラブの方向とサポーターがちょっとこうね距離が出始めたタイミング、そこをなんか変えたいなっていう部分もあって、チームメイトと喧嘩っていうのはねよくもあって、サガン鳥栖にいた時はね権田選手とも結構喧嘩もしましたし、ただこう自分の表現をしてぶつかり合うことで結果的にパスがうまく回るようになったりとか、なんかそんなこうぶつかり合いの中でいろんなものを学んだのは、まあ、当時の印象はあります。